ぶっちゃけ、うん。いや、ぶっちゃけ、いや、正直、いや、ぶっちゃけ、正味、そんな差ないと思ってる。ぶっちゃけ。ぶっちゃけたこと言うと、パトリシオ・フレイレ VS クレベル。まあ、まあ、格で言うと、パトリシオやけど、ぶっちゃけたこと言うと、実際リングやし、いや、パトリシオを、まあ、過大評価しすぎなとこあるかなっていう、ぶっちゃけ。まあ、ケージやったら、パトリシオやね、普通に。まあ、全然リングやったら、クレベル全然チャンスあるかなって、ぶっちゃけ思ってるし、ぶっちゃけたこと言うと、まあ、なんなら、まあ、AJ マッキーとの1回目はまあギロチンで取られてるわけやしね。まあまあダメージ食らった後やけど、全然無敵ではないし、全然ポカするタイプやから、で結構も年もいってるし、まあまあまあ、アダム・ボリッチ仕留めきれんかったしね。まあ、5分3ラウンドやんな、多分。っていう部分で言うと、ルール的にはクレベル有利やし、でね、コーナーポストに、行った時、そっからの三角、は全然決まりそう。ぶっちゃけ。いや、もちろん寝技強いけど、パトリシオも、それ、ね、ライジンにいる選手と比べ物ならんぐらい寝技のスキルも高いとは思うけど、でもやっぱ、クレベル、ライジン出て6人やって、全員一本勝ちでしょ。しかも3ラウンド行ってないでしょ。まあ1ラウンド結構やられて2ラウンドで決めてきてるから、今までの傾向で言うと。まあ1ラウンドやっぱパトリシオペースなのは間違いないし、あえて泳がしてる感じもあるからね、ぶっちゃけ。で2ラウンドで一気に流れ変えてくるから、マジマ戦、ミクル戦、ウルカ戦、で、ウシク戦。まあ、この4試合がそれやからね。他は、まあ、1ラウンドで、ずっと、まあ、基本的にクレベルペースで決めてるから、まあ、ただ、やっぱね、打撃もらうところあるし、そこさえしのげば、2か3の俺は一本勝ち。これは全然釣りとかじゃなくてマジで、ぶっちゃけたこと言うと、やっぱ決めに関してはやっぱもう圧倒的な強さあるから、全然パトリシオから一本取れると思うしね、ぶっちゃけ。ただやっぱ2ラウンド以降絶対、さすがに1ラウンドは無理やん。牛久でもしのい、しのいだからね。まあ、2ラウンドから見物っていうところで、まあ判定になるときついかもね。でも、絶対2か3で決めれる。だから、まあ過去最強の敵としたら、まあまあ3。
まあ、ガムロット以上の強さがあるかもしれん。もしかしたら。でもあれ結構前やしね。だいぶ前やしね、あれ。まあ、ここ最近で言うと俺はクレベルの方が、圧倒的な、まあ、ほぼ日本人相手とはいえ、勝ち方してきてるから、下から、何らかの決めであるかな。ぶっちゃけ。はい、以上です。